ネットフリックスで今まで Hulu や Amazon プライムを使ってたんですが、海外ドラマ配信サービスの中で最も英語字幕作品が多いらしいってことで、僕はネットフリックスを選んで使ってるって感じですね。まず一つ目はマニフェストですね。結論言うと、僕はこの作品を見終わってからリスニング力が爆発的に伸びましたね。マニフェストとはタイムスリップ系飛行機ミステリードラマで、主人公がある飛行機に乗ってたら突然白い光に包まれて、気づいたら5年後にタイムスリップしてて話したんですけど、これの面白いのが、5年後にタイムスリップして帰ってきた世界がめちゃくちゃリアルに描かれてて、例えば婚約してた人が別の人と結婚してたりとか、自分は全く変わらないのに周りの人が5年老けてたりとか、そんなこんなで最初は見ててめちゃくちゃ悲しくなるんですが、そこから主人公たちがその謎を解き明かしに行くっていうのはめちゃくちゃおもろかったっすね。英語は綺麗なアメリカ英語かつ日常会話フレーズの宝庫で、覚えたらそのまま使える表現ばっかでめちゃくちゃ勉強になりましたね。僕はよく海外ドラマを英語音声英語字幕で見てるんですけど、このマニフェストの英語はアメリカネイティブスピードなのに適度に聞きやすいっていうちょうどいい作品だったので、結果アメリカ英語にめっちゃ耐性がつきましたね。2つ目はベッツデーですね。結論を言うと、僕はこの作品を見終わって脳みそにあるボキャの引き出しが10段くらい増えましたね。これはアメリカ版ハリーポッター女の子編って感じで、ベッツデーって名前の女の子が魔法学校に入って生活していくってドラマなんですけど、で正直ストーリーはなんか分かんないけど、なんか引き込まれる世界観があって、第1話とか結構黒目のシーンが続くので、正直おぉみたいな感じで見てたんですが、第3話くらいからあれなんかおもろいなってなり始めて、気づいたら一気にしてましたね。英語に関しては正直むずくて、何度も日本語字幕にしたいという欲望に駆られたのですが、僕の殿下の宝刀であるストーリーご了承で、何度か全部英語字幕で見ましたね。まずこのウェンズデーの英語が早すぎるのと、魔法学校ならではのよくわからない英語がめっちゃ出てくるんですが、よくよく聞いてみると会話品質フレーズが結構入ってるのと、アメリカ英語とイギリス英語を喋る人が別々で出てくるので結構勉強になりましたね。まあ結論、難しい英語に食らいつくって意味ではすごく鍛えられたドラマでしたね。3つ目はアフターライフですね。結論言うと、僕はこの作品を見てから口が悪くなりましたね。これはイギリスのコメディアンを寄せ集めて作られた、イギリスのブラックジョークがてんこ盛りで詰まっているブラックコメディドラマなのですが、これは主人公のおっさんが最愛の妻を亡くしてから魂が抜けたように日々を自暴自棄に過ごしていく中で、周りの人々の温かさに救われて少しずつ元気になっていくという、一見するとめっちゃ感動的なストーリーなんですが、9割悪口なのよ。しかもアメリカのコメディと違ってめちゃシュールな笑いで、なんか笑っていいのかさえもわからないけど、笑わないと逆に失礼みたいな。もうこれ見るとイギリスめちゃ怖いなって思うんですけど、でも結論言うとめちゃおもろいです。英語に関してはこってことのイギリス英語なので、リスニング力がめちゃくちゃ上がったのと、英語のジョークが鬼のように出てくるので、笑いのセンスも含めてめちゃ勉強になりました。で、僕はこれで覚えたブラックジョークをこの前早速アメリカ人の友達にノリで言ってみたら、マジでやばい雰囲気だ。4つ目はザ・グローリーですね。これは鬼の復讐系倍返し韓国ドラマで、英語ネイティブのドラマではないんですが、僕はどうしてもグローリーが見たい気持ちと、英語を勉強しなければという気持ちが相まって、結果英語音声英語字幕でグローリーを見るという完全なる掟破りをしてしまったのですが、このグローリーというドラマは、子供の頃に壮絶ないじめを受けた主人公が大人になっていじめの主犯格の人生をぶち壊しに行くっていう、くっそ恐ろしいドラマなにもかかわらず、ストーリーがおもろすぎて一気見してしまいました。正直これは英語が伸びたとか伸びてないとかなんか全く覚えてなくて、もうとにかくストーリーがおもろすぎたんで、ぜひ皆さんに見てほしいっていうやつです。適当ですいません。ただ今回みたいに英語ネイティブではない作品も、英語字幕英語音声が結構ついてるものが多いので、皆さんもぜひ見てみてください。最後5つ目は3体ですね。これは世界的ベストセラーの小説が実写化された作品で、つい最近リリースされたばっかのホヤホヤドラマですね。内容は宇宙人侵略対抗 SF 頭脳系ドラマで、これは僕が今現在進行形で見てるドラマなんですけど、正直意味がわからない。多分これは僕の理解力の問題なんですけど、なんか毎回3体の1話見終わるごとに、スタジオジブリの君たちはどう生きるかを見終わった後の感じと同じ、なんかえみたいな、なんかその恐怖感に襲われるので、英語力以前にもはや理解力のところでもうすでに挫折しそうになってるんですけど、まあそれでも最後まで見ないとわからないってことで、しっかり食らいついていこうと思います。ほんで僕がやってる海外ドラマ勉強法ですが、最初に自分が好きなドラマを選んで、まずは英語音声、日本語字幕で楽しむ。慣れてきたら英語字幕にしてみて、わからないところがあってもなるべく見続けて、1話見終わったらどんどん先に進むって感じですね。ポイントは勉強3割、楽しみ7割で、とにかく気楽にやることと、わからない英語が出てきても、その場のノリと雰囲気とストーリーの流れから予測するってことで、正直リアルな英会話では知らない単語とかザーに出てくるので、その時にうまく自分の中で推測できる力が身につくと、英会話への抵抗がぐっと減るので結構おすすめです。ってことで最後に一つ、海外ドラマを長年見続けてきた僕がついに分かった、すべてのドラマに共通する真理を一つ、皆さんにお伝えしますね。それは、第1話は、おもんない。